あ、もうね、はい、じゃあちょっとここで言いますよ、はい、その映画黒帯、漢字で黒帯、その後にアルファベットで黒、ハイフン、く、帯、帯を私くじがですね、インターネット上でなんと勝利したか、はい、あー、平成の燃えよドラゴン日本のために、日本のために力を貸せ、これ、力を貸せっていうのがね、これすいませんね。でもね、平成ネット上って当時あの2チャンネル、すいません、僕ね結構ね、当時はね、もう10年前はね、結構10年前以上からね、結構2チャンネルで暗躍しておりましてね。いやでも本当に平成の燃えドラゴンって書きましたよ。もうついに燃えドラゴンに匹敵する映画が出てきちゃったと。でしかもですよ、本当に何より嬉しかったのは、まあ燃えドラゴンはまあ一応ジークンドーで、まあ、とりあえず、まあ、別 に、 そのに日本だ中国だどこだっていう気はないんだけれども、やっぱりその今まで自分がやってきたものではないので、ジークンドーは、ただ黒帯の、まあ、中先生なりその 体幹がこう見せる技っていうのは一応、まあ空手、しかもまあ一応ショートガンで、まあ、僕も一応ショートガンずっと長くやってたんで、もうね、嬉しくてですよ、もう本当に、だからいろんな技だとか、もちろん映画用のねアクションで、あ、動きはもう全然こう変えてらっしゃるんでしょうけど、ただもう本当見ましたよ、本当見ましたよ、あれは。いろんなその蹴る時にどうやって蹴ってるのかとか。タカさんの周りの人たちの評判はどうです、はい、見た人いました、そのこれ黒帯見たみたいな。ね、ちょっと待ってくださいよ、あの頃僕まだ、ちょっと待ってください、某フルコンタクト道場のあのまあに所属してて、もうその人たちは結構見てましたよ。お、そうですか、はい、で、あ、そうすぎるってやべえ、結構いろんなこと思い出しちゃった。はいはい、どうぞ。それで、あのある時に、そのまあ僕もその、まあ、まあすいません、そのフルコンの道場の、まあ、指導員っていうわけじゃないんだけど、まあ石橋さんの好きに教えてくださいみたいな時期があって、でそしたらですよ、まあ僕がその、まあ、追い好きというか、ああいうのも一応、まあ、やってはいたので、だからその指導とかの時にね、でフルコンの道場にはその、まあ、フルコンの道場にはっていうか、まあこういうこと言っちゃいけない、フルコンタクトからっていうのはどっちかというと、こう間合いを取って遠くからパーンっていくっていう、あ、まあもちろん試合形式が違うんで、もちろんそうだ、もう当たり前だから、そんなにあの気を使わなくて大丈夫ですよ、高石橋の酔っ払いトークだから、もうあ、ね、でフルコンの道場の中でその追い好きとかを僕もね結構教えちゃってたんですよ。あ、そうですか、それはなんか、ね、今ちょっと時代先取りしてますね。ああ、なのかな。だからそのいわゆる遠間からこう飛び込んでパーンってやって、パパーンってやったりとか、いわゆるまあ当時その月井先生が高速上段突きって言って、まあ、いわゆるまあ中先生も、まあ、追い突きの進化系がその手から先にね、手が先にパーンってこう行くような、あれもねずっと僕もそのクロコン道場でちょっと皆さんにこう教えてたという時期があって、まあ、それほどみんなもそのまあいわゆる伝統空手ですよね、あの黒帯の映画の中でその描かれてたのは。それはものすごいインパクトがあったみたいですよ、そのフルコンの空手で。まあ僕がいた道場はちっちゃかったけど、その みんながそのやっぱりその あれは何だと、あ、映画を見て、はい、そうあの、まあ、あのだから、まあ、まずは中先生の、まあ、中先生 イコール体幹の追いつき一発で、みんなそれは衝撃的で、で教えてくださいと。でもまあ僕もそんな当時はそのこうなんていうの、ちゃんと中先生みたいにその理論があってこうやってやってたわけではないので、うまく教えられてるのはなかったんだけど、いや、みんな必死にやってましたよ、本当に。ああ、今思い出したと、もう 10年前ですよね。はい、なるほど。飲んじゃうよ。タコさん、あれ、あ、映画館に何回も見に行ったんですか、黒。いや、あのそんなに見に、だってあの当時はね、私もあのサラリーマンなかったから、あのそんなにしょっちゃいけないんですね。あ、行かなかった理由の時だけ大山総裁になるっていうのは失礼じゃないか。おーす。だからね、ちょっとね、私もね、飲みすぎるとちょっとオスになっちゃうんですね。オスに、オス。あ、でね、2回目はあの私のあの待って
一番下の弟で一緒にいたんですよ。おで弟はねもう今あの某小東館の新宿の小東館の道場であのもう師範もう僕なんかよりもこんな偉い先生になっちゃってるんで、でその彼をとにかくお前もこれ見ろと、見ろとこれすげえからと、で連れてって、もう彼もやっぱりもうこれはすごいと、こんなすごいの見たことないと。でもそこで平成の燃えドラゴンっていうのは俺が言ったんだからお前言うなよと、はい、もうそれは俺の作ったことだから、マルシーなんですね、はいはい、そうですねじゃあこれは高石橋の一番じゃ高石橋の大好きなシーンベスト3インクロービー、はい、どうぞ。もうね結構ねベスト3位あで、まあ、まあでもね3位3位難しいね。あーっとね、ちょっと待ってくださいよ。これね、もう2は決まってるんですよ。あまあ、もうさっきの、ね、もうこの、酔っ払いトークをね、ご覧の皆さんも、もう、1、2はね、今僕も言っちゃったから、分かってるんですけど。もう一回言ってください。でも、1だ？いや、でもね、1はもう中先生のイコール大官の、あの、お湯好き、はい、憲兵隊の、あの、大熊先生にバンって言って、で、大熊先生、どさっじゃ あそこを一人芝居でお願いしますでどっからやりましょうか。じゃあギリギリギリどうだっけすいませんでギリギリギリ松永が腕を切られる前から行きます。あそうかそうで前からで、ね、あの谷原分隊長にね分隊長にねあのごめんってじゃあ谷原分隊長ここにいろそしたら長英がねあのパッて手にあの肩に、ね、手かけてパッてそしたらね、なんかね、貴様じゃない、なんて言ったんだろうね、ブレモンじゃないけど忘れちゃった。ね、あの軍刀をね、パーって切っちゃうの。そしたら、ここですよ、こう、腰パーって切られて、あーって言うの。そしたらね、そこなんだよ、すいません。あの、八木先生、あの、ギリューの演技がさ、なんとか、長英って言って、すいません、もう八木先生ごめん。もうちょっと、長英とか言ってもよかったから。まだクランクイン待ってそうしたばっかりで慣れてなかった。なんとなく、なんか、ちょっとびっくりした、超英っていう感じでちょっと気が抜けた感じでさで手当てをしてるわけでもあのその包帯はどっかで出てきたんだろうなって思うんだけどさ、はい、でそこですそしたら「貴様」って言ってであの大熊先生がねはあのポッと出てくるの一歩あの軍刀がそしたらでそこでですよあのそこでこれ中先生の気合「タワー」っていうの。はいエイでもなくても、エイシャーでもなくて、ターってって、パーンあ、引かなかったよ。ターパーンって、もう、この、なんだろう。もう、これ、神いわゆる言ってみる。もう、神。神尾泉。神尾泉って、なんか、出雲大社みたいなね。もう、このシーンです。で、それで、大熊先生の、あの、なんか、横にずさって倒れちゃうんだよね。本当にガコンと当たってますから、ね、はいはいはいでまあ、あれでしょみんなその場にいる人たちを大熊先生があのエキストラだと思ってたらしくて俳優さんだと思ったんですね俳優が殴られてるそうそうなこいつ殴ったぞみたいな本当に当たってるぞっていうそうそうそうでみんなびっくりしちゃって引いちゃったっていう、まあ、そう、それはそうやっぱ現場そうだったんですかまあ血がダーッと出てきたあそうこうやってあで中先生もさあごめんなんごめんごめんじゃないけど大丈夫みたいな言ってあ大丈夫すごくあってこう引っ越し出てましたよね、はいはい、メイキングでもうあれ痺れましたよねこれはベスト1なんですねまだやっぱもうっていうか初めて見た黒帯興奮してきちゃったやべすげえ興奮してきちゃったよかった面白いよね黒帯っていや本当もうあれもうだってあの皆さんもですよカメラもカメラでまた行っちゃったあのなんだっけディスプレイの前の皆さんもですね黒帯がさ何がすごかったってとあの体幹の追い付き一発で結構しびれた方がはいじゃあはいはい体幹の一発の追い付きにしびれたら手挙げてはーいですよあどうぞあおそうそうそうあ、はい、あすいませんあの あんまり飲みすぎるとお酢になっちゃうんだよなお酢に。すいません。ここのね、ここのお店のね、あの赤ワインはね、結構おいしいんですね。ここはね、高級料亭ですからね。はい。ディー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 いいですね。はいはい、じゃベスト2が ?2 はもうあれです。もう東郷隆盛先生の、あの、長英が、やめろー!いや、さすがにあの、
あの上上優さんはもう本当にプロの役者さんなんで、あのやめろーっていうのがでやめ、じゃあさっきのね、あの八木くんのあれ、あの声いや、それやめてやめて、もう八木、それ八木先生失礼だからそれ超えー似てる、なるほど、ね、ちょっと棒読みチックで、でもちょっと可愛いなみたいな、そう可愛い、萌えーみたいな八木先生萌えー、すいません、東郷とあの大化の戦いはどうでした、バトル、いやもう、ですよ。やめ。今ね、もう今ね、あの、この空白の時にね、あの、もうそう、もう脳内でね、あのね、僕のね、脳内 DVD でね、こうね、再生されてたの。あの、あれでもわざと、あの、中先生、まあ、あ、じゃあね、最初、日産じゃね、東郷孝美がさ、あの、一応、あの、こういう、ちょっとフルコンチックな子って、こうやって十字で、これ、こうやって、はいはい、で、いや、それに応えるように、これでまたね、これ、中先生がね、ちゃんと演技されてたのか、あのね、体幹っていうのこうやってね、じゃあ、ここね、あの、体幹は、じゃあ、東郷孝美って、東郷孝美、ちゃんとこうやって、ってやったら、ギリで、体幹はさ、ちょっとだけしか頭下げないの、あれ。ちょっとだけですよ。はい、あー、なるほどね。はい、これでもそれ演出はあったんですか、あれは。もちろんです、はあはあ、その辺はまず統合が頭を下げるっていうのは、はい、やっぱちょっと結構格が下のやつの方が頭を先に下げてしまう。いやでもね違うんですよ、はい、あの統合先生はね礼儀正しいの、はい、統合先生はね格が下じゃないんですよ本当は。結果それが出てしまうっていうのが演出違うんです。統合高見先生はそんな方じゃない。統合高見先生は本当強い方なんです。東郷孝美先生はでもうしっかりちゃんとでもまあでも格闘したとか上じゃん。東郷孝美先生って礼儀正しい方だから、だからちゃんとね最初にもうその格が上とか下じゃなくて、そういうの出たじゃなくて、東郷孝美先生ちゃんとこうしっかりまずこう言う。でいやで僕が聞きたかったのはその体感がちょっとだけしかお辞儀しない、はい、あれも演出がキャラクターですからね。そうあれは中先生の演技、ああまあそんな感じでなんかまああのこっちちょろんとこうまあいいみたいな、はい、やれっていう、ああなるほどね、はい、それはもちろんキャラクターが一貫あれで あそこで大化が丁寧なお辞儀してキャラクター変わっちゃうじゃないですか。なんか達也になっちゃう。ああいいですか、あのねこのねあのお辞儀立礼をするときは吸って吐いて吸ってっていう、それはね、はい、はい、素晴らしい、あの黒いワールド、あの東映ビデオさんからですね、宣伝してください、はい、あの中村梨紗ちゃん、はい、あの中村梨紗ちゃんっていうもうすごい可愛い、あの初心者のバレリーナが、空手をちょっとやってみようということで、中達也先生がですね、武道空手入門という DVD の中で、でも。もうちょっと話飛んじゃっていい？もうめちゃくちゃだったけど、あのあじゃあちょっとはい、何の話ディスプレイの前に皆さん、あの礼をするときですよ、座礼にしても立礼にしても、まあ日本空手協会の方はみんなやってらっしゃるのかもしれないけど、吸って吐いて吸って、まあおそらく吸ってお願いしますっていわゆる吐きますよね、吐いて治るときに吸ってっていう、これやってらっしゃいましたかね。私はもうすいません、もう、まあ、あの当時で、まあ、約40年近くやってますよ。じゃあ詳細でお願いします。えそれをあの呼吸というのはあの体にとってとても大切なものですね。あの礼をする時でも呼吸は大切、あの頭を下げる時には吸って下げ切ったら吐くんですね、吐いてまた戻る時に吸う、こうすると気が通るわけですよ、気が通ったら、はい、もう一発でですね、あの牛でもね倒せるわけですね。絶好調ですね今日。そうやっぱり整形よりブラケンが得意だった。だからこれですね。うん、これで一発で人を叩いたら、人を叩いた時点で牛を叩いたら、であの牛の急所はね眉間じゃダメですね。眉間は死にません。あの牛の急所は耳の下ですね。で耳の下でね、あの倒れなかったらね、これは大変なんですよ。あのあらもう逃げるのに大変だから。
僕は映画黒帯の今好きなシーンの話がここまで、はい、ここまで来ましたね。もう飛びますよ、もう縦横無尽、ワープ縦横無尽ですから、はい、いい意味で、はい、でもほんとね、じゃあ、はい、ベスト3、これがね、難しいですよ。楽しみですよ。どこ、何が、どのシーンが来る、これ、ものすごい難しいんですよ。ラストシーン以外でお願いします。なんかちょっと、ね、そこですかみたいな。いや、でもね、これ難しくて、俺が、可愛いとかでもいいですね。なんか、どっかこう、そっち、それ意外なシーンの方がいいなと思って。あー、ラストシーンだとこな